ナンバー、アイ、富テレビ初出演4月10日、水曜日、22時から22時34分。もしかしたら、フジテレビやから、フジな何やろか週刊ないないミュージック、フジテレビに初登場。夜遊びジ、アルフィー×アカシアさんまとの特別な共演も。ナンバー、アイ、富テレビ初登場、週刊ないないミュージック、平野信用、神宮寺優太た、岸優太が、ダンスダンス伝言ゲーム、挑戦。 フジテレビの音楽番組、週刊内イミュージックに新たな顔が初登場することが決定しました。ナンバー、愛をはじめ、夜遊びやジ、アルフィー×アカシアさんまなど、豪華なゲストがスタジオに勢揃いします。この番組は、岡村隆史が記者役、そして阿部広之が編集長として、音楽の最新トレンドや注目アーティストに迫るコンセプトで展開されています。幅広いジャンルのゲストを迎え、 今回の放送では特にコミュニティとイベントの社会的影響に焦点を当てます。4月10日の放送は、週刊内内ミュージック、拡大号として、注目のアーティストたちが登場します。特に目を引くのは、ジ・アルフィーやアカシやサンマ、そして注目の新人アーティストであるナンバー、アイ、そして大ヒット曲で知られる夜遊びの出演です。また、番組では人気企画の一つである、差し入れ選手権がさらにパワーアップ。 今回の第4弾では、東京ドームで行われたトベ所属アーティストによる初のライブイベント、トゥーヒーローズからトベファーストスーパーライブが舞台となります。これにより、視聴者はステージ上だけでなく、舞台裏でのアーティストたちの様子も垣間見ることができるでしょう。さらに、番組では新企画、ダンス、ダンス、伝言ゲームにも挑戦します。このゲームでは、 音楽の歴史に残る象徴的なダンスの楽曲を音を流さずにジェスチャーで表現するというもの。ダンスに長けた平野修行さんや岸優太さん、神宮寺優太さんの参加で一体どんな盛り上がりを見せてくれるのか、ファンたちは待ちきれない様子です。この放送を楽しみにしている視聴者からは喜びの声が寄せられています。特にナンバー、愛の初出演に対する期待が高まっており、 サンまさんや紫輝くんとの共演に期待する声も多数あります。週刊内イミュージックのこの特別な拡大版、音楽ファンはもちろん多くの視聴者が楽しみにしていることでしょう。放送をお楽しみに。また、この特別な放送に対するファンの反応は熱狂的です。番組の拡大版に関する情報が公開されるやいなや、SNS 上では歓喜の声が溢れました。 特に、ナンバー、愛のフジテレビ初出演についての報道には、多くのファンが興奮し、期待を寄せています。この番組では、単にアーティストの音楽活動を紹介するだけでなく、コミュニティやイベントとの関わりを強調しています。そのため、ファンたちは番組を通じて、アーティストたちの新たな一面を発見し、彼らの音楽活動に対する理解を深めることができます。さらに、番組内で行われる、差し入れ選手権や、 ダンス、ダンス、レンゴンゲームといった企画は、視聴者に参加型の楽しみを提供します。これらの企画を通じて、視聴者は番組により一層の親近感を抱き、アーティストたちとのつながりを感じることでしょう。最後に、週刊内内ミュージックの放送を待ちわびるファンに向けて、新しい情報や驚きが満載のエンターテインメントをお届けすることが期待されます。この番組が、音楽の魅力を広く伝えるだけでなく、 コミュニティとの結びつきを強める場として、今後も多くの人々に愛されることでしょう。